アテーナーは、知恵、芸術、工芸、戦略を司るギリシア神話の女神で、オリュンポス十二神の一柱である。アルテミス、ヘスティアーと同じくところ女神である。女神の崇拝の中心は、アテーナイであるが、起源的には、ギリシア民族が、ペロポネーソス半島を南下して、勢力を伸長させる以前より、多数存在した。 城西都市の守護女神であったと考えられている。ギリシアの地に固有の女神だが、ヘレーネスたちはこの神をギリシアの征服とともに自分たちの神に組み込んだのである。日本語では主に長母院を省略して、アテナ、アテネと表記される場合が多い。アテナイのテトラドラクマには表面にはアテナーの頭部が、裏面には アテナイのポリスを象徴するフクロウとオリーブの小枝と三日月が刻印されていた。アテナーは古くからギリシアの地にあった城西都市にあって都市の守護女神として崇拝されてきた。この崇拝の伝統はミノア文明まで遡る。その神殿は都市を象徴する小高い丘。例えばアテナイであればアクロポリスに築かれており、女神を都市の守護者とする崇拝は ギリシア全土に及んでおり、アテーナイ、ミューケーナイ、コリントス、テーバイなどの有力な都市でも、その中心となる球場には、女神の神殿があった。アテーナイは、多くのポリスにおいて、ポリウコスの称号で呼ばれていた。このようにアテーナーは、都市の守護者であり、アテーナーの戦いは、都市の自治と平和を守るための戦いで、ただ血なまぐさく暴力が優越する。 軍神アレースの戦いとは異なるものである。女神はアテー内のアクロポリスにパルテノーンの神殿を持ち、フクロウを自己の聖なる動物として持っていた。ホメーロスは女神をグラウコオピスアテ寧ネと呼ぶが、この定型就職称号のグラウコオピスは、輝く瞳を持ったもの、灰色、青い瞳を持ったものというのが本来の意味と考えられるが、 これを、フクロウと関連づけ、フクロウの顔を持ったものというような解釈も行われていた。女神はまた、知恵を表す蛇や平和の印として、オリーブをその象徴としていた。兵士オドスが、新闘記に記すところでは、アテーナーはゼウスの頭頂部より武装して、鎧をまとった姿で出現したとされる。ギリシア神話の神々の系譜においては、 オリエントの神々の系譜と同様に、三世代にわたる神々の王権の異常、強奪があった。ギリシア神話では、天の神ウーラノスが第一の王権を持ち、現初の第一大臣ガイアとの間に、多数の息子、娘を成した。これがティーターンの一族である。ウーラノスの罰子がクロノスであり、クロノスは母ガイアに、強さされて、絶対の権力を振るった父。 ウーラノスを不意打ちで攻撃し、ウーラノスの男性器を切り落とした。こうしてクロノスが神々の王権の第二の支配者となる。しかしクロノスはガヤとウーラノスの予言によって、彼もまた自分の子によって支配権を奪われるだろうとされたため、生まれてくる子供たちを飲み込んだが、ゼウスだけはクレタ島に逃れ、やがて成長したゼウスは兄弟姉妹たちを復活させ、 クロノスの王権を散脱する。このようにして、ゼウスを主権者とするオリュンポスの王権が誕生したが、ゼウスもまたガヤとウーラノスによる予言を受けた。それは、最初の配偶者である女神メーティストの間に生まれる。子供は、最初に母に似て知恵と勇気を持つ娘が生まれ、次には傲慢な息子が生まれるだろう。そして、ゼウスの王権は再度、 彼らによって散脱されるだろうというものである。その後メーティスが見ごもると、ゼウスは妊娠したままのメーティスを素早く飲み込み、過婚を立とうとした。アテーナーの誕生、アポロド・ーロスがギリシア神話で述べるところでは、胎児はゼウスの体の中で生き続け成長し、ゼウスは激しい頭痛を感じるようになったため、プロメーテウスに、斧で自らの頭部を割らせると、 中から出てきたのが、甲冑をまとった成人した姿のアテナーであった。アテーナーが生まれると同時に、宇宙は大きくよろめき、大地と大海は轟音を発しながら揺れ動き、太陽は軌道上で停止した。こうして、形式上、アテーナーを生んだのは、メーティスではなく、ゼウス本人だということになったので、ゼウスによるオリュンポスの支配は揺らぎないものとなった。 ゼウスの子供たちの中で、アテーナーは、ゼウスの最も気に入りの娘であり、アテーナーに対する偏愛により、他の神々は嫉妬した。女神の誕生に関する一説ロバート・グレーブズが、ギリシア神話で記すところでは、アテーナーは、ヘレーネスがギリシアに到来する以前から、母権性社会のペラスゴイ人によって崇拝されていた、人面邪神で顔を見た者を石に変える大地の女神。 メッティウスであったとする。ペラス5人の伝承では、女神は、リビアの鳥居島ニスコのほとりに誕生したとされる。土地の見柱のニュムペイが女神を養育した。女神は、山羊川の衣類をまとうリビアで成長した。少女の頃、友達であるパラスと槍と盾を持って、闘技で遊んでいったところ、間違ってパラスを殺してしまった。それを悲しんだ女神は、自分の名の前に、 パラスを置き、パラスアテーナーと名乗ることにしたという。成長した女神は、クレータ島を訪れ、そしてギリシア本土のアテーナへとやってきた。他にも、雲の中に隠れていたアテーナーをゼウスが雲に頭をぶつけることによって誕生させたとも言われる。アテーナーと、ムーサたち、パリスの審判、ルーベンスがアテーナーの詐にで最も著名なものは、その崇拝の中心地である。 アテーナイ市で7月に行われるパンアテーナイア祭りである。これはアテーナーの誕生日を祝う祭りで、アッティ系都市連合の成立も記念して祝われた。馬術、鹿、音楽、文芸などの競技が催された。この祭りは4年に一度大祭が行われ、パンアテーナイア祭りは特にこの大祭を指すことがある。この時はパルテノオンシンデムにあるアテーナーの心臓の衣が、 取り替えられ、乙女たちが新しく折った衣を着せた。アテー内のアクロポリスのパルテノオン神殿のメトープには、この衣を運ぶ、行列の模様が彫られている。女神の神殿は、アクロポリスの頂にある、パルテノオン神殿が著名で、また同じくアクロポリスに、女神は、エレクテウスの見合いを備えていたとされる。エレクテウスは人名であるが、これはおそらく、 古代やナ内の伝説の王であるエリクトニオスの別名と考えられる。アテー内の支配権をめぐって、かつてはタツミ・ポーセイドーンとアテーナーが争ったことがあり、初代やナ内をケクロプスが女神を支持したことで、アテーナー女神が勝利を得た。フクロウとオリーブが女神の聖なる象徴として、コインなどに刻まれるが、有力の女神。 2位も彼女の化身であるとして登場することがある。戦の女神としてのアテーナーは、不審ゼウスと同様にアイギスを持ち、その盾にはゴルゴーンの頭部が付けられている。主に後ろに並んだ100人の不評を隠すほど、大きい前立てのついた兜をかぶり、槍とアイギスを持った若い威厳のある乙女の姿で表される。一説には、フクロウのように大きな灰色の目を持つ、 凛々しい姿と言われ、自らの生徒り、フクロウとの関連性を示している。ローマ神話では、遥か古くから、エトルスキー系の知恵と工芸を司る女神、ミネルウアがアテーナーに対応する女神として、崇拝されていた。ミネルウアの神殿も、やはり都市の中心の丘の上にあるのが普通で、都市守護者であった。ロマンス語では、ミネルウアは、ミネルバという発音になる。ラテン語、 ミネルは、英語読みはミナーバ。ミネルウーアの聖鳥は、やはりフクロウである。アテーナーは、様々な別名を持つ。イオーニア方言形のホメーロスは、アテーネーと呼び、あるいは方言型で、アターナーとも呼ばれる。また、アテーナヤーとも呼ばれる。アテーナヤーを綴めてアテーナーと呼ぶのだともされる。それ以外に、パルラスアテーネーの形で、ホメーロスが歌うように、パラスという別名がある。 トリートゲネア、トリートーニスなどの別名も持つ。これらの名前が何の意味かは、いろいろな解釈があるが明確にはわからない。ただ、ワタツミトリートーンやアムピトリートーなどと同じ五感から作られている。可能性が高く、水、水辺に関係する名前だと、解釈されている。アポロドーロスによれば、アテーナーはトリートーンの娘パラスと一緒に育てられた。 二人は親友となり、戦の技に励んでいたが、喧嘩となった。パラスが一撃を女神に与えようとした際、ゼウスは危惧して、空よりアイニスを差し出した。パラスは驚き、直後のアテーナーの攻撃が彼女の命を奪った。女神は親友の死を悲しみ、パラスに似せてパラディオンと呼ばれる木造を作った。なお、フランスのトランプでは、パラスの名前で、 スペードのクイーンのモデルとされていて、一般的なカードでは、クイーンの中で、唯一武器を所持している。紀元前480から470年製の、アッティカの赤い式のキュリクスに描かれたアテーナ及び、ヘラクレース。ティータン族をタルタロスに遊兵したゼウスに対して、ガイアは怒り、多くのギガースたちを生み出して、ゼウスを脅かし、戦をけしかけた。 これがギガントマキアーである。この時、アテーナーはギガースたちの中で最も強力なエンケラドスと戦い、シケリア島を投げつけて、これを圧殺した。また、トラーキアにあっては不死であったアルキオネウスをヘイラクレースと共に引きずり出し、撃ち殺したとされる。また、アテーナーはギガースの一人パルダースを殺してその川で盾を、作ったためパラスアテーナーと名乗るようになったとも言われる。 ある日、アテーナーはヘイパイストスのもとに武器の発注に訪れる。ところが妻のアプロディーテーと不仲だったヘイパイストスは欲求不満だったこともありアテーナーに迫った。諸女の誓いを立てているアテーナーは逃げ出し、ヘイパイストスは足が不自由なため女神の貧章な動きにはついていけなかったが、なんとか追いつきアテーナーの足に一週間ダメに貯めた精液をぶちまけたのである。 なんとか逃げ切ったアテーナーはその場にあった陽気で汚れた部分を拭いて地面に投げ捨てた。すると、その場所が盛り上がりそこからエリクトニオスが生まれた。エリクトニオスは大地から生まれたものの証として、下半身が蛇であったと言われる。望んでもいない相手との子供だったが、アテーナーはエリクトニオスを育てることにする。アテーナーはエリクトニオスを箱に入れて、 アテーナよをケクロプスの三人娘に、決して、開けてはいけませんと念を押して預けた。しかし、三人の娘たちは、好奇心に勝てず、箱を開けてしまう。驚いて、悲鳴を上げる、娘たちの恋に気づいたアテーナーは、彼をアテーナイにある自分の神殿で育て、後のエリクトニオスは、アテーナイの王になった。そして父であるヘイパイストスについて、カジバでも修行し、 馬で引くギリシア戦車を発明した、ジョン・フラックスマンが描いたイーリアス挿絵。宝羅たちに導かれ、ヘーラーとアテーナーは戦車に乗って、オルムポスからトロイア戦争の戦場へと向かう様子を描いている。アテーナーは自分の姿を隠し、ディオメーデースに加護を与え、アレースとアプロディーテを指して敗退させた。 神と同志の戦いの中で、アプロディーテイはアテーナーに倒された、アレースを助けに来たが、ヘーラーに見られてしまう。ヘーラーの指令の下アテーナーは逃走した、アレースとアプロディーテイを追撃して、ダウンさせている。巨大な木馬を、トロイアの城内に運び込んだことに反対した神官、ラーオコーンが、怒ったアテーナーに両目を潰され、さらに海に潜む2匹のオ,オロチを使って、 息子の二人と共に絞め殺された。その後、二匹のオロチはアテーナー神殿に登り、アテーナー神像の盾の下に隠れた。アレースとアテーナーの戦争起源前1世紀のアンティオコスと署名された大理石の複製品。起源前5世紀のアクロポリスに建っていたペーディアスのアテナプロマコスの像とは異なる。ありがとうございます。